やっちゃうよ。ラギジョンです。ということで、今日もやっていくんですけど、ちょっとね声がガラガラなんで、ガラゴレガラガラ&鼻声なんですけど、まあ、まあまあまあという感じでね、ちょっと1本だけ、やっぱ毎日投稿はねできるだけ続けたいんで1本だけ撮って、今日あげるのは1本なんですけど、まあ続けていきたいなと思います。ということで、まあそうですね、体調は1回ね、熱が出て会社休んだりした日もね1日あったりしたんですけど、まあまあ、とりあえず回復回復という感じで、まあ今鼻声なんですけど、言うて体調は戻ってるんですね。なんですけど、まあちょっとね咳が出たり、あと声がやばい、声がね、もう声ってなってるんですよ、声ってなってるんで、まあそんな感じでした。あとめちゃくちゃ鼻声なんで、まあそれもそんな感じで、ちょっとね本当は今日の動画ではもう一本ぐらいってか、ちゃんとその10分ぐらいの動画で、なんだろう、建物の位置をね、詳しく解説しようかなって。まあ、俺なりにですけど、まあ、まあ、例えばですけど、墓石の位置だったりとか、まあ、バルーンが来た時はこの位置とか、ラバが出た時はこの位置とか、後ろのジャイの公園にこれがついてる時はこの位置でとか、これがついてる時はこの位置みたいなね、自分なりのいろいろ墓石の一マスでも考えることが結構いっぱいあるんですけど、まあ、そういうのはね解説しようと思ったんですけどね、鼻声で10分解説されてもあれかなと思ったんで、まあ、これも言うて やるんですけど、今回はとりあえずね強いデッキを紹介するっていう感じで、まあそれをメインでねやっていこうかなと思います。ということで、まあね、多分ね気になる人はいると思うんですけど、結局俺も本当に何だろう、2ヶ月3ヶ月前ぐらいまではバルーンを釣れる建物の正確な位置とかは知らなかったり、あとホグがなんか建物の先置きでホグが釣れる位置釣れない位置、建物によってこのユニットで撃たれる撃たれないといういろんなねものがあるんで、そういうのねやっていこうかなと思いましてましたということでいやー言うてね、まあね、しかも明日この動画がね、上がるのは、日曜日の夕方とか夜あたりだと、まあ一本の夕方ぐらいかな、多分。だと思うんですけど、その日にね、クラロアリーグがあるんですよ。多分試合前に上がると思います、この動画は。で、クラロアリーグがあると思うんで、とりあえずね、まあ、全然間違いしないな。クラロアリーグで、初戦のね、ゲーム戦を勝てば、あれなんですよね、もうアジア、で1位が確定するので、そうですね、アジアで1位だ、そう、日本で1位だけではなく、今日ね行われた、昨日か、この台湾で行われた、やつで、俺らと一緒育ったカオスセオリーが負けたので、それでもうあっちが残り2戦勝ってもよいしょ、ファイボかな、ファイボで応援してくるかな、うん、エリがない、さては4エリのホグになります。相手エリないんだ、これエリ0なんで、相手今、はい、守れるカードないって感じですね。全然0ではなかったな、まあいいよいいよ、好きにしないよって感じで、丸太打ってきたら、よいしょ、丸太打ってきたらエリなしなんで、これでプレッシャーかけてきて、よいしょ、はいはいはい、アイゴレキラス、おいしいおいしい。で、投げてきたら、スケーブ、これアイゴレが溶けた後だったらいいですけど、溶ける前だったら、インフェルノタワーですね。溶けた後だったら丸太使ったんで、ホグ来てもスケーブで守ります。よいしょ。で、丸太回ってないうちに、あ、この程度なら1発ぐらいの守り、2発か。はいはい、全然おいしい、全然おいしい。全然おいしいですね。よいしょ。で、ここでまた丸太を使わせられるかなって感じですね。使わないかな、さすがに使ってくれなかった、全然使ってくれなかった。2発とスキ1発ぐらい入ると思う。 OK 読むよね、そう思った、俺も思ったよ、なんか匂いがしたもん、俺が柱井プリンセス出す匂いがしたもん。あーやべ、これ向いちゃう、これ笑ってやがる、負けんのに悠長なやつだ。よいしょ、とりあえず溶かしていって、
まあ、別にね、このインフェルノタワーを突破できるかとか相手はない。横大砲が壊れた瞬間に、はいはいはい、まあ、スマイクリックですねと、よいしょ、しないですよと、まあ、残っているんで、これ投げちゃいますね。よいしょ。もう抑えらんねえだろ、これ。よいしょ。あー、溶けた。まあいいや。余裕ですね。はい。はいはいはいと。まあこんな感じですね。そうそうそう。そうでね。まあゲーム、てか、クララリーグ、総合1位決定すれば、ほぼ、世界決定戦か。マジで、9割ぐらい。まあでも分かんないか、そこは。そこはまだね、確率は分からないけど、もう、の線もね、めっちゃ濃くなってくるんですよ。そうそうそう。なんでね、とりあえず。で、俺マジカーテン買わなきゃいけないんだけど、マジ暇がなくて、明日ね、終わったら買いに行こうかなと思ってるんですけど、少々お待ちくださいって言うんですけど、マジで、カーテン、なんか、昼にか、この後ろ背景付きで撮ると、マジで結構ね、なんかあれなんですよね。そう、あれなんですよ。あれ、大人の事情さ、大人の事情、子供だけど。まあまあまあ、そんな感じで、ちょっと、あれなんで、とりあえずカーテンも買いたい。やばい。マジで、なんかあれっすね。こういう咳とかめっちゃして動画撮るのあんまり良くないっすね。よろしくと。まあ、鼻水がね、とりあえず収まった方なんで。昨日とかマジやばかったんですよ、本当に。とりあえず墓石ぶっ壊していって、よいしょ、気合の一発。ファイブ切ったから、よいしょ、はいはいはい。いやー、これ受けがめんどくせえな。無視でいいと思うんだけど、普通にめんどくさいんで。見て500ぐらいしか食らないんで。アドトリードで。三角を切ったし、ファイブを持ってるからプリン切っちゃっていいかな。とりあえず構えておこう。スケとかが来たらこれでいけるんで。あ、美味しいなそれ。よいしょ。はいはいはい。そんなんで倒そうなんだね。100年。100年早いですね。やべえ、ちょっとやべえ。ザップとか打たれたらバカめんどくさい。とりあえずパピーの下げを取ってきます。これすんで。よいしょ。バレルにザップ切ったから多分まだザップ回ってないと思うんだけど。回っとるー！やばい、これはやばい。よいしょ。危ねえ。危ねえのか。で、今相手のバレル受けが3分ぐらいしかないんで、ここでバレル5いきます。いや、まあ、墓石があったんだ。バレルを投げて、よいしょ。よいしょ。よいしょ。OK, OK. あとあれは、あ、丸太を持ってねえんだな、俺。墓石があるんで、これホグ飛ばしてもしゃあないですよ。なんで、ロリババ。敵ロリババを飛ばしてって、これなんかしらを、さすがにこれにおられるのはバカバカしくね。え、マジで？これ、インフェルノタワー。はい、ミスってる相手。これはもう絶対守れないんで、守る必要ないですね。とりあえず、穴掘りで、こいつだけ潰してって。よいしょ。プリンセスを量産していきたいな。よいしょ。とりあえず。ここで溶かしちゃいますね。ベビドラめっちゃ後ろの方にいるんで。で、深くに出しすぎると、穴掘りに行かれるんで。よいしょ。どうせザップとかしかないんで。ザップか三角なんで。OK。OK。相手がザップ、丸太の時は、このタルババがいらないんですけど、相手が、なんだろう、丸太がない時とか、丸太とかファイボーがない時に、縦プラスバレルでやると絶対たまんないんで、そういう感じですね。ない時は、
一発で殺すカードがないときはやった方がいいですね。タルバババレル決め時ですけど、言うてタルババもそんな、なんだろう、直回程度にしかならない盾なんで。ラストいきます。そう、直回出すぐらいなんですよ。なんで今みたいに決めれるときならいいと思いますね。よろしくと。とりあえず初手はこの位置でバレるって KK が言ってた。よいしょ。あとプリンセスは端に寄せて今みたいな位置に出すのがいいですね。理由はちょっと待ってください、今忙しいんで。よいしょ。今のうちに投げちゃうか。理由はね、あれなんですよ。この位置に出したバスケで逆サイ処理されるんですよね。そう。なんで、それがね、やっぱ逆サイ処理されると相手の美味しい方向、攻めたい方向にね、ユニットを持っていきつつ、プリンセスを処理されちゃうんで、やはり美味しくない。ここに矢の飴を使ってもらって、初めてプリンセス。よいしょ。で、またイングラで同じザイグルを作ると。ザップ切ったんで、これが普通に。相手がインフェルノタワーって分かったんで、ここで飛ばしていきたいですね。メガナイトが来たらマジぶち来たよ、ぶち切れるって言おうとしたけど来たよね。来ちゃって来たね、来ちゃったよねってやつだね。いや俺 YouTuber で、いやいいよこれ、ね、いやほっとこうこれで、ね。あー、どうすかな。反応はすると思う、よく OK。なんで、とりあえず。またインドラの襟がない。矢の雨でインドラの襟がないですね。OK、OK。ザップは切ってないんで。これまだ矢鍋が回ってないんで、竹取ってるうちに。よいしょ。クソうぜ、相手からしたらクソうぜいたしま。バルーンだけ警戒したいですね。よいしょ。よいしょ。よいしょ。とりあえずバルーンを、次のバルーンを守っていって、こっちにエリを使わせるんですね。あ、よりよね。そうだよね。矢鍋使った。はい。はい、これが止まらない。バルーンも入って一発なんで、これ。多分入んないですけど。はいはいはい。はいはいはい。一発壊して、ああやるね相手。これ先に立てて、手札回して、よいしょ。一発でも通せば勝ちなんでね。これ何かしら出さなきゃあれですけど、相手。入るな、これ。OK! OK, OK, OK。OK, OK, OK, OK。ってことですね。やばい。全然、マジで。全然あれだ。まあ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 、勝ったからいいでしょう。よいしょ。ってことで、まあそうですね。このデッキは割と、なんだろう。グラチャルでも、あのね、ゲーミズの旬とかが結構、あの、12勝1面とか作ってて、ほんで、あれですね。あの、とりあえず、あの、強いデッキってことは確かで、ね。まあそうですね。あとは、あの、このデッキの強みは、ウルトラレアがプリンセスしか入ってないですよ。なんで、あの、カード持ってない、このカードがないから、例えば、マジアチャとか、結構揃ってない人が多いんですよね。一枚も持ってない人が多くて。だプリンセスとかアイスイーズだったら結構やっぱ序盤でも出るんで、やっぱプリンセスとかアイスイーズ持ってない人はあんまりいないかなって感じなんで、で、ここら辺のカードは別に出るんでね。なんで、あれなんですよ。結構組みやすい。っていうのが、組みやすいし強いっていうのが結構ポイント高いですね。なんで、トロがまだ、なんだろう、3000くらいの人でも多分組めるデッキかなと思うので、
そうですね、言うて上の方のカード入ってないですよね。だから下の方でっていうか、購入カードも入ってないんで、言うて、そうそうそう、2000円ぐらいの人でも組めちゃいそうなデッキなので、おすすめですね。なので、どのトロフィー隊の人でも勝てる、なおかつ、格上に勝てるインフェルノタワーも入ってるんで、もうどのトロフィー隊の人が使っても強いっていうデッキでおすすめです。ということで、今日はね、こんな鼻声と咳でお送りしたんですけど、まあね、ぜひ使ってもらえればなと思います。ということで、まあ、クララリーガージャー残り少ないですけど、まあね、世界大会もね、日本で行われるんで、ぜひ、まあ、クララと、あとポドススポーツ、応援していただければなと思います。ということで、今日はこの辺で、バイバイ。あと、あれっす。終わりの挨拶、募集してます。全然まだ決まってないんで、バイバイ。